アルバトロス級ミサイル艇は、西ドイツ海軍及び統一ドイツ海軍の S ボートの、艦級。交渉艦型は143型。国防軍の S ボート以来、ドイツの高速戦闘艇には、定評があり、第二次世界大戦後の海軍再建の際にも、魚雷艇は重要な兵力として位置づけられた。連邦軍では、バルト海という、 狭くて浅い内海での行動能力が重視されており、また特にその入り口にあたる、スカゲラク海峡は狭く浅く、また霧や強風、潮流など、航海の障害が多く、魚雷艇の作戦に適した海域と考えられていた。まず国防軍の S ボートの設計を踏襲した149型が建造された。またその建造と並行して、 新設計の140型の計画が進められ、1961年からは、昇海性型の142型も建造された。しかしこの時期、魚雷に代わる新しい対艦兵器として、艦隊艦ミサイルが台頭しており、1960年代中盤より、これを主兵装としたミサイル艇が検討されることとなった。1966年10月には、140型の 後継として、リュール戦車に対して複合構造艇の要求仕様が提示されていたものの、この時点では搭載する武器システムとして妥当なものがなく、開発は難航していた。この遅れを補う前進策として、1970年12月にはリュール戦車も開発に加わっていた、コンバタント2型の建造が決定され、これは1972年より、 ティーガー級として収益を開始した。この頃には純国産定の開発も進展しており、1972年7月7日に契約が締結され、同月13日に建造が発注された。これによって建造されたのが本級である。148型では、サール型と同様の構成船体だったのに対し、本級では、140型、142型と同様の、 構成フレーム、マホガニー戦隊に、隔壁と上部構造物は、アルミニウム合金製という構造が踏襲された。手機は、148型と同じ V 型16、気筒ディーゼルエンジンながら、ボアストローク比を増した、マトゥー 16V956TB91 に変更された。電源出力は 540kW に倍増した。 本級はミサイル停滞の指揮艇として構想されていたこともあって C4i システムが強化されており148型では武器管制を司るベガと戦術データリンクを司るポリーという2種類の戦術情報処理装置を搭載していたのに対し両者の機能を包括したアギスが開発されて搭載された。これはリュッチェンス級駆逐艦のサティア,アイに続く ドイツ第2世代の戦術情報処理装置であり、ユニバク -1830 電子計算機2機を使用していた。WM-27 レーダー及び電波探知装置からの情報を自動入力し、武器管制に使用できたほか、リンク11による情報共有も可能であった。艦隊艦ミサイルは148型と同様で、エグゾセ MM38 を 連装発射等2機に収容し、環境構造物直後に搭載した。また本級では、これに加えて、後方発射型の 533mm 魚雷発射管2門も搭載されたが、こちらは、後の近代化改修の際に撤去された。艦砲も強化されており、船守備艦艦に62口径 76mm 単装速射砲を1機ずつ搭載した。ありがとうございます。